活丸ごとズバリシニアライフサポートの日力の提供でお送りします。はい、この時間毎月第1週第3週にお送りしている就活丸ごとズバリ、人生の終わりどう迎えるか、お墓や葬儀どうするべきか、本人にとっても家族にとっても悩みの種になっている方非常に多いと思いますが、はい、このコーナーでは幸せな人生の締め方ができるよう、就活にまつわる様々な疑問悩みを解決しております。今日は特別版でゲストをお迎えしました。はい、本日は日力の新代表取締役社長三浦理沙さんにお越しいただいております。三浦社長よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。7月1日付で株式会社日力の代表取締役に就任した三浦です。本日はお招きいただきましてありがとうございます。今日はリスナーの皆さんに私の就活に対する考え方やビジョンをお話しできればと思っております。はい、ということでこの間ね、我々がイベントで、はい、リスナーさんと一緒にねお邪魔した時も、急に現れてなんか社長って言われて、一瞬この若い方がそうね、びっくりしました。はい、働いて何年、2年ですか。そうですね、3年目になります。なりますか。はい、ということで今日のテーマこちら、三浦新社長が考える就活について教えて。はい、ということで3年目ということで、まあ責任当然感じますよね。もうすっごい感じてます。はい、ちょっとこの三浦新社長の強みを改めて教えてください。そうですね、強み、まあ、私の強みといえばとにかく人が大好きなんで、はい、まあ、人と出会いを大切にして、うん、あとまあその方のお話をじっくり聞く、はい、で、まあ、その方が抱えているお悩みだったりとか問題っていうところを、まあ、私でできることで解決策をこう提示していきたいなと思っております。うん、はい、なるほど。まあでも日力全体でこのサービスの質を高めていかなければなりませんもんね。はい、当然ね。はい、はい、でもともとそのこの新しく7月1日が新社長になられましたけど、こちらの就活業界に入られたきっかけは何だったんですか。そうですね、3年前にちょうど父親が亡くなって、うん、でそれまではずっと生命保険業界にいたんですけども。ああ、そうなんや。はい、はいはい、生命保険っていうと、まあ、生前の万が一の時の準備っていうところだったんですけど、うん、父親、はい、死がきっかけで、うん、亡くなった時と亡くなった後をこうフォローできる業界っていうところで、うん、まあ、今までの経験とこれから新しいことでお客様のお役に立ちたいなと思って、うん、今日。なるほど、はい、そうかそうか。それまで生命保険業界ですからね。生命保険の場合生きてる時の、そうですね、いろんなケアとかありますけどもね。うん、はい、で三浦社長が目指す幸せな人生の終わり方、つまり就活ですが、お考えがあればちょっと教えてもらってよろしいですか。そうですね、私就活ってなんとなくこう、まあ、高齢者とかそういうイメージがあると思うんですけど、うん、就活っていうのはもう後悔のない人生の準備っていうところで、うん、まあ、私自身もそうなんですけども、自分にもし万が一あった時、子どもたちが悩まないように、うん、迷わないようにっていうところで、準備しておいてあげたいなっていうところにありますね。うん、なるほどね。先日のオースレーンのディナー会も参加されて、ね、来られましたけども、あれいかがでしたか。すっごい心温まるイベントで、もうびっくりしたんですけど、まあ、多くの方々が就活に対してすごく前向きで、たくさんこうご質問もいただいて、うん、そうですね、はいはい、私自身参加させていただいて多く学ばせていただきました。そう、まあ、でもこの間みたいな、ああいうなんていうの、新しいね、うん、マンションの中にあるようなお墓っていうのは、うちのリスナーさんも皆さん言ってたけど、自分の代はこれじゃなくてもええかもしれんけど、うんうん、親の代が継いでる墓かもしれんけど、はいはいはい、自分の子供らにはな、こっちの方がいいかもしれんっていう方多いですよね。実際に見ていただいてね。そう、うん、ね、やっぱり自分らの代はなんとかそれでね、親のやつはなんとかまた頑張ってやれるけど、ね、でも僕とかね、親さんの後の世代になった、そうそう、子供の世代になると、これそんな遠くのお墓どうかなって考え人多いですもん ね、やっぱりね。涼しかったし、そう、涼しいし ね、うん、そうそう、蚊に刺されなかったしね、はい、刺された人のことを考えるとね、そうですよね。そうなんですよね、うん、はい、それではちょ最後にリスナーさんに向けてのメッセージをお願いいたします。はい、日力では一人一人のお客様の思いに耳を傾けて、信頼されるサービスを提供していきます。お墓のことはもちろん、就活に関することで お悩みの方はぜひまず私、日力の三浦に任せてください。また大須良園にも安心して任せられるスタッフが大勢おりますので、大須良園へご相談いただければと思います。はい、ということで、それでは大須良園さんのお問い合わせです。はい、お墓やご葬儀だけでなく、就活についていつでも気軽にお問い合わせください。大須良園へのお問い合わせはフリーダイヤルです。0120-000-071 0120-000-071
朝10時から18時までお問い合わせをお待ち申し上げております。そしてこの機会にぜひ一度見学にお越しください。はい、番組では皆さんからお墓や葬儀など就活の疑問お悩み募集しております。採用させていただいた方には番組ステッカープレゼントいたします。メールの方は CBC ラジオ北野誠のズバリホームページにアクセスしていただいて番組メールフォームからお送りください。ファックスの方は 052-263-6800、はがきは郵便番号 460-8405、 CBC ラジオ北野誠のズバリ就活まるごとズバリまでお願いいたします。はい、ということで今日は新社長三浦さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。あなたの人生の集大成を家族とともに美しく、日力はそれぞれの思い出が詰まった就活をサポートします。幸せな最後を私たちと一緒に。就活まるごとズバリ、シニアライフサポートの日力の提供でお送りしました。